こんにちは、皆様から連日温かいコメントをいただいて本当にありがとうございます。これからも皆さんに素敵な方々のご紹介ができるように頑張っていきます。ぜひチャンネル登録がまだの方はご登録とベルマークを押して通知をオンにしてください。応援を力に変えて頑張っていきます。西田ひかる、1972年8月16日生まれ、身長164の日本の多彩な歌手、タレント、女優。彼女は神奈川県川崎市多摩区の出身で、アメリカ合衆国での成長期を経て帰国子女として日本に戻った。彼女の学歴はアメリカンスクールインジャパンを経て、1994年に上智大学比較文化学部を卒業。彼女のエンターテインメント業界でのデビューは、航空会社ジャスのキャンペーンガールとして。その美貌と才能はすぐに人々の心をつかみ、彼女はアイドル歌手として大成功を収めることとなった。29枚のシングル、18枚のアルバムをリリースし、さらにドラマや映画にも出演。西田ひかるはその多彩さで日本のエンターテインメント界を魅了してきた。彼女のキャリアは、才能と努力、そして多文化的な背景が組み合わさった結果と言えるでしょう。経歴、日本の神奈川県藤沢市で生まれた西田ひかるは、幼い頃から国境を越えて成長してきました。生後わずか10ヶ月でカリフォルニア州ロサンゼルスに移住。そこで彼女は、伝説のミュージシャン、スティービー・ワンダーとの出会いを果たし、彼のアルバムに子供のコーラスとして参加。名前も、ヒカル・ニシダ、としてクレジットされ、その才能は早くから光を放っていました。日本に戻ってからは、アメリカンスクールでのチアリーディング、そして日本エアシステムのキャンペーンガールとしてのデビューを果たす。彼女のアイドルとしてのキャリアは、ウインクや田中律子といった同期と共に駆け上がりました。そして、24時間テレビ、や、NHK 紅白歌合戦、といった大舞台での活躍も忘れてはいけません。社会貢献も忘れない彼女。チャリティバザーを通じて、多くの寄付を行い続けました。そして、彼女のバースデーパーティーは、毎年芸能界を賑わす、夏の風物詩、として知られました。2001年、3歳年上の男性との結婚を発表。2人の子供にも恵まれ、家族と共にアクティブな日々を送っています。クラシックカーレースへの参加、野菜ソムリエの資格取得と、彼女のたくましさと好奇心は年々増しているようです。西田ひかるさんは、その才能と優しさ、社会への貢献で、多くの人々の心を捉え続けています。趣味、西田ひかるさんは多岐にわたる趣味と情熱を持つ女性として知られています。スキーから水泳、さらに深い海の世界を楽しむスキューバダイビングまで、彼女のアクティブな一面は数えきれないほど。また陶芸や刺繍といった繊細な手仕事も得意とし、自身の感性を表現する手段として楽しんでいます。ゴルフもその一つで、彼女の健康的なライフスタイルを物語っています。スポーツの中でも、西田さんの心を特に掴んで離さないのがプロ野球。彼女は熱狂的な読売ジャイアンツのファンで、その愛は変わることがありません。しかし、家族の中では彼女だけがジャイアンツファンという微笑ましい状況に、夫と息子たちは、関西での生活が長かった影響か、阪神タイガースを応援しています。結婚後、関西に移住してからは、家族で甲子園球場に足を運ぶことが増えた西田さん。
最後までご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録、高評価をいただけますと制作の励みになります。また、10万人登録を目指していますので、応援もよろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。